何かあるみたいだ。この島を裁縫する者がおるとはのう。まあ落ち着いてそこの椅子にでもかけなさい。大したものはないが、ヤギ乳の貝くらいなら振る舞えるぞ。君はここを訪れたことを現実では忘れておるじゃろ。この島は確かに存在するが、船でたどり着くことはできん。夢か。まあそう言えなくもないの。君がそうであるように、人は無意識にこの島を訪れる。
ただ訪れていることを君のように認識できる者はおらん。君と話をしていると思い出せそうな気がするの。わしの目的を。ほう、そう出るか。やはり君は面白いの。前にも言ったが、わしは全てを忘れてしまった。自分の名も、ここで何を待っていたのかも。だが島にはわしの人生の痕跡が残っとるはずじゃ。君がここを訪れた時でいい。そいつを調べてはもらえんか。狭い島じゃが、君の興味を引くものも多少あるかもしれん。とはいえ、君が島にいられる時間は限られておるようじゃ。島を調べて気になることがあったら、わしに教えておくれ。畑仕事もだんだん体に応えるようになってきてのう。すまぬが、一眠りさせてもらうよ。珍しいな。
珍しいな。珍しいな。
一息つこうか。宝箱の並ぶ地下室じゃと？そういえばそんな部屋があった気もするの。じゃが何をしまったのか、鍵の場所も覚えてはおらん。お？やはり君と話していると何かを思い出せそうじゃ。どうやら時間のようじゃな。アドル君、きっとまた来ておくれ。アドル、どうなってやがる。お前の連れは人なのか、それともグリーガーなのか。ふん、それじゃあ私たちと戦ったことは覚えてねえのか。はっきりと記憶があるのはカルナックが襲撃された夜、奴に遭遇したところまでだ。ラズベリーにいた俺は襲撃に気づいて外へ飛び出した。アドルを探しに出たんだが、あのヨルズとかいう女に会っちまった。取り巻きどもは蹴散らしたが、奴ら何度でも蘇ってきやがる。そのうち疲れちまって、多勢に無勢で隙をつかれてな。私の傀儡になりなさい。先ほどグリーガーに変えた惰弱な住人どもより役に立ちそうね。イージー、あなたの名よ。光栄に思いなさい。ちょっと待て。ヨルズのその言葉が本当なら。ああ、カルナックの住人たちは奴に姿を変えられちまった。そして俺のようにグリーガーとして行動している可能性が高い。そうか、だからあの時町に住人の姿がなかったのか。悪かったな、お前たちに迷惑かけちまった。それよりさっきの俺を元に戻した妙な力、あの力なら住人たちも元に戻せるんじゃねえか。そういえば
マナを応用したあの力、枷で私にも伝わってきた。よくとっさにあんなことできたの。ま、何にせよお前さんのおかげで助かったぜ。ずっとさまよってた暗闇の中で急に前を照らし出された感覚だったな。フレア先生や他の奴らもなんとか見つけられりゃいいんだが。いやいやいや、驚いた驚いた。やっぱり君たちは面白いな。うん、面白い。グリーガーか。ヨルズさんももっと君たちと仲良くすればいいのに。僕はラーグ・バルキオス。お察しの通り、グリーガーさん、いろいろと楽しませてもらったから、せめてお礼を言おうと思ってね。楽しませるだと？ふざけやがって。イジが脱走したと聞いて興味本位で追ってきたんだ。無意識でヨルズさんの呪縛に逆らって行動できるなんて大したものだね。そんな人間はなかなかいないよ。そりゃどうも。もっと驚いたのはそこの赤毛の真夏海君だ。まさかグリーガーにされた人間を元に戻せるなんてね。いいや、僕は生粋のグリーガーっ子さ。ほとんどのグリーガーがそうだよ。ドギを元に戻した力ならコツは分かった。あんたの言ってることが本当か試してみようぜ。お、怖い怖い。僕はヨルズさんと違って決して人間を侮ったりしない。今この場で争うつもりもないよ。なんだと？そこの石板のように僕は人間の性が紡ぎ出す物語が大いに好きなんだ。アドルとカーシャ、君たちが描くサガにもとても興味がある。君たちを殺したら楽しみが減ってしまうじゃないか。なめてんのか。それもあるだろうが、本気で言ってる気もするぞ。そうだ、僕と君たちとの友好の証に情報を教えよう。ヨルズさんがカルナックを襲ったのは適合者を探すためだ。適合者？いやだな。全てを教えたら君の物語が面白くなくなるよ。とにかく適合者でない住人たちはグリーガーに変えられた。彼らは僕らの艦隊に加わり適合者探しに協力してもらう。その艦隊を僕らはオベリア湾全域に展開させるつもりだ。オベリア湾全域にだと？そう、住人たちを助けたいなら僕らを追ってくるしかない。ほんとヨルズさんもひどいよね。僕も同情したくなるくらいだ。でも困難があるほど君たちの物語は一層盛り上がる。ぜひ僕に予想もつかない展開を見せてほしいものだね。それじゃあ僕はこれで失礼するよ。また会う日まで。待てこら！消えた。ヨルズの他にも厄介な奴がいるってことか。とにかく今の話はバルタ水軍にとっても重要だろう。急いでバルタ島に戻った方がいいんじゃねえか。確かに試練も一応終わったしな。アドル、
一応サンドラス号に戻ってフェリアに報告しようぜ。なるほど、石板の内容は確かに確認できたみたいだね。石板が記録の像を見せるってのは棟梁に聞いたことあるけど、実際にそんなことがあったのね。ああ、とにかく二人ともおめでとう。いろいろあったみたいだけど、これで試練は無事終了だよ。無事ではなかったけどな。フェリアさんだったか。試練の話も重要かもしれんが、ラーグの件を急いで知らせた方がいいんじゃねえか。そうね、情報も多い上に状況は思った以上に深刻だわ。疲れているところを申し訳ないけど、急いで船を出しましょう。よし、俺も手伝うぜ。試練を乗り越えた新たな兄弟を紹介する。赤毛のアドル、前へ。赤毛のアドルって随分分かりやすいあだ名だな。同じノリであんたにつけるなら浮気のホリックかね。ばあさんそりゃあ分かりやすいの。わしも忘れずに済みそうじゃ。それはそうと、しっかりやんな、赤毛のアドル。そうだな、試練を終えたならもう兄弟の一員だ。頼んだわよ。で、この件についてはここまでだ。その赤毛のアドルが持ち帰った情報が今日の本題だ。が攻撃されたらバルタ水軍が守る約束じゃねえか。当然みんな住人を助けてくれるはずだろ。グリーガーになった住人を一人ずつどうやって探すんだい。闇雲に行方不明者を探すより守りを固めて敵戦力の把握に努める。現状ではそれが最善と思われますが。バルタ島の守備はもちろん大事だと思います。でも積極的に動き回って得られる情報もあるはずです。撃破が目的じゃなく、素早く転戦しつつ情報を持ち帰るような威力偵察ってやつか。俺はそっちの方が好きだな。よし、フェリアが提案した役をやりたいやつはいるか。私がやります。いや、待て待て。双璧の二人はバルタ島の守備に当たるべきだろう。確かにね、敵がいつ退去してくるかわからない。そうなるとだな、双璧のカージャー、それに赤毛のアドル、この二人を置いて他にあるまい。情報を持ち帰ったアドルには皆が重んじる実績があるだろう、兄弟たちよ。いいのかい、危険な任務だと思うがね。だからこその真夏会じゃねえか。ま、未熟だけどよ。グリムソン、あんた
どうやら依存ねえようだな。よし、カージャとアドル、今この時をもってお前たちとサンドラス号はバルタ水軍の友軍だ。オベリア湾を回ってグリーガーどもの情報を集めろ。必要であれば交戦するが、情報を持ち帰ることが最優先だ。できるな？やってやるよ。なあ、アドル。アドル。お前。おいおい、お前も魔女だね。いいだろう。ただし物事の優先順位を間違うなよ。お前はカージャの盾の兄弟だ。そこを履き違うようなら、俺がお前を殺すよ。よし、バルタ水軍の奴らはこの後軍港に集合だ。ひとまずこれにて進軍を閉会する。兄弟たちよ、ご苦労だったな。皆さん、どうぞ。おお、うまそうじゃねえか。カージャ様、アドルさん、この度はおめでとうございます。エゼル、ありがとう。でも初めての盾の兄弟がこんな形になるとはな。今さらもう腹も立たねえよ。よろしく頼むぜ、兄弟。ところで、アドルとカージャはどっちが年上なんだ？アドルは確か17歳だったよな。私も17だけど、なんだよいきなり。兄弟っつうくらいだから、どっちが上とかあるのかと思ってよ。バルタ水軍の中じゃ、私が先輩でアドルが後輩。だから、私が姉で、アドルが弟に決まってるだろ。ちょっと待て、その投げやりな言い方はなんだ。だいたいアドルとはまだ勝負ついてなかったな。この際どっちが上なのかこの場で白黒つけようじゃねえか。おやめくださいカージャ様。盾の兄弟は戦場における結束や絆を示す言葉のはず。対等な関係であって、そこに上下関係はございません。へえ、なるほどな。それより今後のことについて打ち合わせるはずだったのでは。わったよ。俺は協力者としてサンドラス号に参加させてもらうことになった。グリーガーを倒すことはできねえが、腕っぷしには自信がある。お二人さん、改めてよろしく頼むぜ。まあ、あんたの実力は目の当たりにしてるしな。私も統領から乗船の許可をいただいています。少々航海の知識があり、皆さんの身の回りをお手伝いさせていただきます。よくグリムソンが許可を出したな。親ならカージャが心配ってのはあるんじゃねえか。あいつに限ってそんなんじゃねえよ。どっちかっつうとお目付け役だろ。それは私からは何とも。とにかくこの4人がサンドラスのメンバーってことだ。そうだ、フギルもいたな。4人と1話だった。どっちにしても人数が少ないことに変わりはねえ。ああ、協力してくれそうなやつには声をかけて集めねえとな。待ってくれ、俺もいるぜ。お前は。拝み倒してお前たちと一緒に行く許可をもらったぜ。町長の代理として住人救助のため俺も乗せてもらう。町長の代理って、お前様確か親父さんと。シングでアドルの発言聞いて考えさせられちまったんだよな。
俺にできることって何なんだろうなってな。住人の救助はあくまで可能な範囲でだ。できることは限られているぞ。分かってるぜ。でも行動すれば機会はある。アドルが行動を起こしたのにグズグズしてるわけにいかねえだろ。俺はカルナックの長自警団員だからな。まあいないよりはマシか。アドル、今日は休息を取って出発は明朝にしよう。各自準備を整えてサンドラス号に集合してくれ。Thank you.